ゆとりある室内空間が自慢の軽トールワゴン。ファミリーユースに最適な機能をバランスよく搭載しています。今回は日産ルークスのご紹介です。長さ3395ミ、mm、リ。幅1475ミ、mm、リ。高さ1735ミ、mm、リ。インテリジェントキーのリモコン操作で、 離れた場所から全ドアの解錠・施錠が行えますまたキーを携帯した状態でドアハンドル横のスイッチを押しても全ドアの解錠・施錠が可能ですキーのリモコン操作で助手席側のスライドドアの開け閉めもできますエンジンスイッチは運転席の右側にあります キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動。合わせてメーター類が起動します。ステアリングの左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチ。その反対側に方向指示器、ライトスイッチがあります。メーター中央の下にはオドメーターを配置。 右にあるスイッチを押すことで、画面を切り替えられ、トリップメーターや平均燃費、走行可能距離などを確認できます。運転席の右側には2つのスイッチがあります。運転席から助手席側のスライドドアを自動で開け閉めするスイッチ。そして、フォグランプを点灯させるスイッチです。 ナビゲーションシステムは標準的な7インチサイズを装着可能です設定温度に合わせて自動で風量を調整するオートエアコン設定状態は上の液晶モニターで確認できますインパネに設置されたセレクトレバーシフトポジションはレバー横の表示やメーター中央の液晶画面でも確認可能です フロント全体を明るく照らすマップランプサンバイザーは運転席、助手席の両方に設置運転席のものはバニティーミラーがついていますフロントドアにはノートや書類を入れるのに適した幅広のドアポケットがあります左右両側に設置されたカップホルダー引き出して使うことができます ステアリング下の隠れた位置にあるのがパワースライドドアのメインスイッチオフにするとスライドドアを手動で開け閉めすることができますインパネの上部からリア席へエアコンの風を送るアッパーベント吹き出し口の開け閉めが可能ですアッパーベントの下には蓋付きのボックスを用意小物の収納にちょうど良いサイズ感です エアコンの下には引き出して使えるカードケースと充電に便利なアクセサリーソケットがあります。アームレストにもボックスを設置。こちらも小物入れに便利です。助手席正面のアッパーボックスは使い勝手の良いサイズ感。エアコンの風を利用した保冷機能がついています。 グローブボックスは車検証入れに便利です。グローブボックスの右側には買い物フックを設置。2キロのものまで下げられます。助手席のクッションを開けるとボックスがあります。取っ手がついており持ち運びが可能です。助手席の裏にも買い物フックがついています。 そしてパンフレットの収納に便利なポケットもありますリアシートのドアトリムにカップホルダーを用意左右それぞれに配置されています上下に広く作られた開口部が特徴的なラゲッジルーム床が低い位置に作られているため荷物の積み込みがスムーズです ラゲッジアンダーボックスの中にはもしもの時に役立つ工具や応急修理キットが格納されていますシートアレンジを行うことで荷室を大幅に拡大させることができますリアシートは片口のレバーを引き上げて背もたれを倒すことが可能さらに前方の空間にシートを格納することでフロアがフラットになります そして助手席もヘッドレストを外してクッションを開くことで背もたれを前倒しにすることが可能です。長さのある荷物も安定して積み込むことができます。ヘッドランプはハロゲンランプよりも明るく寿命の長いバイキセノンを採用。バンパーのフォグランプと合わせてドライバーの視界を明るく照らします。 リアガラスと同じ高さに付けられたリアコンビランプ、ハイマウントストップランプと合わせて、後続車両からの視認性は良好です。快適性を追求した室内空間は、必要に応じてたっぷり積載できるラケッジスペースに早変わり、日々の生活を支える一台、日産、ルークスのご紹介でした。